全部吉田磯田拓人さん。それ言わない。そんなことあるの？ハリス。お願いします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 。はい、セッツバニ役の水谷健太です。よろしくお願いします。明日の初日に向けて、今まで稽古で積み重ねたものを全力でぶつけていきます。よろしくお願いします。兵頭重罪役やらせていただきます中村太郎です。よろしくお願いします。明日の初日に向けて、秋組らしく、ぶちかましてやっていこうと思います。よろしくお願いします。七尾太一役赤澤亮太郎です。よろしくお願いします。そうですね、春夏と単独公演を重ねてきて、お客さんの期待とかもすごい大きいと思うんですけど、それをはるかに超えるような秋組単独公演になってると思います。ぜひ皆様楽しみにしてください。ありがとうございました。伏見宮稲垣聖也です。よろしくお願いします。今回一幕が異邦人ということで、劇中劇で僕主演なので、今までやってきたことを存分に出して頑張りたいと思います。そして二幕は二幕で佐久さんが主演なので、それを支えられるように頑張っていきたいと思います。古市咲也役の藤田玲です。そうですね、春組、夏組と単独公演が続いてきて、みんな必死にバトンをつないできてくれたので、また秋組が、冬組に、バトンをつなげるようにしっかりと、僕らの仕事をしたいなと思っております。そして、ね、主演が、尾身と二幕は佐京なので、そこら辺も、皆様の、ね、期待を超えられるような、劇中劇になっていると思いますので、楽しみにしていてください。新庄亮役の里中正道です。よろしくお願いします。初の大舞台ですごく楽しみです。で、こうやって秋組と一緒に、出させていただくので、しっかり支えられるように、一公演の全力で頑張ります。よろしくお願いします。キーワード、ひつまぶしで。いや、お前前回から引きずる、一年繋いでこうぜ。懐かしい。バトンを繋ぐ。そうだな。なんだろうね、今回キーワードになる。写真。ああ、そうだね。写真と家族ですかね。これはそう思うかも。じゃあ家族写真だね。あ、要は確かに。まとめちゃうと。いや、めちゃめちゃいいですね。でもいいかもしれないですね。自分の役の魅力、まあ、そうですね、僕秋冬公演と春組単独と出させていただいて、今万里として登場するのは3回目なんですけど、やっぱその圧倒的にかっこいいと僕は思ってます。なんかちょっと複雑なんですけど、まず鉄板にかっこいいと思うのでかな、もうそれが圧倒的な魅力かなと僕は思います。そうですね、今回その僕も秋冬公演、そして夏単独公演に出させていただいて、今回そうですね、ジューザーを見させていただいて、すごいなんかちょっと成長した部分というかっていうのが見せられたらいいなというふうに思っています。はい、そうですね、七尾太一の魅力はなんか今回こう1年前の秋冬公演をやって、あの時は人間らしい欲求であったりとか、すごくそのなんだろうな、いろいろなものを抱えていたところが魅力だったんですけど、今回秋単独公演させていただいて、すごくそういうものを背負った太一だからこそ出せる光であったり、人に与えるエネルギーだったりをすごい出せる子だなと思うので、そういうところが魅力かなと思います。光です。はい、今回はほとんど結構オミの魅力全部だと思うんですけど、その中でそのオミの魅力が今回ちょっと大引くっていうか、ちょっと裏目に出てしまうっていうことなので、それがまたいい形になるんですけど、まあトータル的に魅力はもう全部ですね、僕の中でオミは全部が魅力です。全部でしょ。いいっすね。そうですね、言えば言うほどなんかキュッてしてくれるから。古市咲也の魅力は、まあこうクールであんまり笑顔も少ない、キャラクターなんですけど、まあ誰よりも、実は人間らしいんじゃないかなっていうのが、で今回の作品でもそれはすごく出ていて、この秋組のみんなもそうですけど、他のカンパニー内の春組夏組、冬組のみんなと、どんどん打ち解け合うことで、そのカンパニーへの愛が一番その強いっていうのが、まあ、魅力の一つなんじゃないかなと思っております。はい、はい、僕はですね、ちょっと初登場なんでどこまで話していいかわからないんですけど、一つ
演のは多分すごくまっすぐでピュアな男なんじゃないかなと、それはあの見ていただいたら分かると思うのでぜひ見てください。お願いします。そうですね、まず秋文のもう第一印象はもうかっこいいですね。かっこいいですし、やっぱあの多分他の組よりも 男っぽいというか、そういうところがなんていうんですかね、多分男の子が見ても面白い舞台になってるので、多分憧れとかそういうものにすごい見ていて変わるんじゃないかなって、すごい自分もあの一緒に稽古していて思うので、そこが魅力というか一つだと思います。嬉しいですね。嬉しい全部吉田磯作人さん。そう言わない。そんなことあるの？そんなことあるの？ないと思ってる。はい。今回一方人の魅力はですね、魅力だっけ？魅力。全部なし。全部って言いたいんですけど、まあ今回あの一幕始まってから劇中劇までが僕、まあ、パッケージだと思ってて、その異邦人でその今までの話がこうその中にも盛り込まれてるっていう、なんか話の最後ゴールっていう感じで、なんか海が変わった瞬間をそこで見せられればなと思います。それが魅力です、今回の話の。2幕の主演でやらせていただく任侠連なんですけど、まあ任侠ものなんですよね。任侠ものって、まあ、僕らあんまりね、最近昨今ではちょっとね、ちょっと規制もかかって、ね、あんま見る機会ないじゃないですか。だからなんかそういう、 こう古き良き感じだったり、そして多分今までのエーステの、その劇中劇の中で一番トライしてる、挑戦してる、ちょっとはみ出してんじゃねえかぐらいの、そこが魅力ですね。はい、それは見ていただいてしか分からないと思うんですけど、そこはここかって絶対に分かるんで、はい、それを楽しみに来てくれればなと思います。なんでみんなこっち役者としての面白さは僕あのこの現場で育ててもらったので、もうなんかこのステージを楽しむことが僕直結してるかなと。これはもうなんか僕本人の僕だけの話ですけど、多分そのエーステって僕にとってそういう場所で、ここでトライし続けることがあの今回の面白さでもあるし、僕としての役者としての面白さのなのかなと思ってます。ありがとうございました。お願いします。